皆さんこんにちは、春風美奈です。今日はですね、サディアンシンボルのセッションはこういう人に向いてるよっていう話をしたいと思います。ですね、サディアンシンボルっていうのは、星読み でそれに、絵柄がついてるやつだったんですね。でそれがすごく珍しいな、面白いなと思って、セッションを受けたんですよ。私は今日英子さんとわっこちゃんのセッションを参加させてもらって、受けてきました。でね、鑑定するときに言葉の解釈だけで物を受け取るじゃないですか。でそれって私すごく注意点が必要だなと思っていて、例えば私は今日の鑑定では努力をすること、コツコツやっていくことがあなたの成功につながりますっていうお話だったんだけれども、それがね、私にとってはすごい嫌だなっていう気持ちが湧いたの。なんでかっていうと、私の中で努力っていう言葉が苦しい、悲しい、やってらんないっていうものと結びついているんですよ。これが結びついた経緯っていうのが受験勉強なんですね。受験勉強がものすごい苦しい、やってらんない、ああやりたくない、くっそーっていう気持ちでやりながら一生懸命やった結果、努力、それが努力だっていうふうに私の中で結びついているから、その記憶と結びついちゃうんですよ。努力が大事ですよって言われると、努力って苦しくて辛くてやってらんない気持ちをもう一度味わわなくちゃいけないんですか、嫌だな、努力したくないな、嫌だなっていう風になっちゃうわけですよ。でね、鑑定だけで言葉だけで伝えてると、そういう風に受け取る人がいるわけですよ。努力嫌だみたいな、努力が私の星回り的には向いててやった方がいいよみたいなことなんだけれども、嫌だって思っちゃってふーってなっちゃうわけですよ。でね、ここで重要だったのが絵だったんですね。そこの努力コツコツ大事って言われてる時に見せてもらった絵っていうのが、クマさんが両手両足をこれバタバタバタってしてるような絵だったんですよ。なんか可愛かったし、なんかふざけてんなこのクマみたいな、なんか愛しさが湧いた絵だったんですね。でその絵を見ているから、そのメッセージ、努力大事やでって言われてるのがなんかね、結びつかなくて、なんでこの絵なのに努力なんだろう、どうしてだろう、不思議だなと思って、それを言葉にして質問したんですよ。その時にわこちゃんが解釈噛み砕いて教えてくれたのが、あれだったの、努力って楽しく一生懸命することも努力だよねって言われて、ははーんと思って、でそれでやっと自分の中で理解することができたんですね。ちょうど昨日の出来事なんだけれども、うちの夫が私のことに対して、はるちゃんってすごい努力してるよねって言われて、一生懸命やってるよねって言われて、うんと思って、不思議だなと思って、何言ってるんだろうと思って、それはどういうことかっていうと、もっと彼は私がゴロゴロして布団の中にうずくまって何もできない状態なんだと思ってたんだって。でも私、昨日の私っていうのはずっとなんか商品のリリース書いたり、文書いたりとか、デザインずっとこう修正したりだとか、ブログ書いたりだとか、 YouTube やったりだとか、なんかね、ずっと何か発信することをやり続けてたのよ。こう寝たりもしながら、寝ながらスマホ触りながらもなんかやってんのよ。でだから彼の目にはそれは努力に見えたわけで、一生懸命やってるっていう風に見えたの。でも私自身の場合は好きでやってんのよ。で楽しいのよ、やっぱ何カンバ使ってロゴ作ったりとかデザインとかしたりするのすごい好きだし楽しいし、こうやったらもっと見栄え良くなるんじゃないかなって試行錯誤してる時間っていうのは私にとってとても楽しい時間なので、だから私にしてみれば努力じゃないわけよ。好きですごい楽しくてやってることなのよ。でも彼からしてみればそれは努力なのよ。これ分かりますよね。努力の定義にどういう感情が結びついてるかによって印象って全然変わるんですよ。だからもし私みたいに努力が嫌なもんだって思ってたら、努力っていう言葉にものすごい抵抗を示すから、そのアドバイスを言われても入ってこないんだよね。でもその絵柄があることによって、あ、こうやってクマちゃんみたいにわーいって遊ぶ感じで一生懸命遊んでると、なんかもっとうまくいくよ、素敵な未来がやってくるよみたいにつながっていくわけなんです。だから言葉っていうものでうまく自分の中に入ってくる来るのが来ないかもっていう風な心配な人、あと私はね、目から情報を入れるのがすごく上手だから、得意だから、そっから受け取るのが上手い人はサビアシンボルを使うといいかなと思います。ぜひ利用してみてください。春風美奈でした。バイバーイ。